今回このフェイカリーっていうタイトルの展示をやってて、フェイカリーっていうのはまあ偽りとか偽物とかっていう意味で、まあ、マジシャンっていうモチーフで描いてて、インチキをすることがそれがうまくてそのマジックになるっていう、その嘘が本物であるっていう意味でこのキャラクターを入れてます。なんかここら辺は本当その偽物にしたかったんで、これメタリカのセカンドアルバム のグラフィック、その文字の部分をサンプリングしてこのグラフィックを作ってて、これはあのブルーアイズホワイトドラゴンっていう遊戯王のカードなんですけど、一番もう超有名なやつをあえて選んで、それをあえてサンプリングして顔を自分のいつも描いてるあの犬の顔とこうつなげて描いた作品になってます。昔遊戯王で憧れてたブルーアイズを、まあ、自分で描いて、それをまあさらに自分のものに落とし込むっていう、その遊戯王の作者は自分じゃないけど、そういうことをすることは本物なのかどうかっていう、まあ、問いも含めつつこういうモチーフを選んで描いてます。でも偽物って例えばヒップホップで音楽なんかの R&B とかの音楽をサンプリングして曲作ったりしてると思うんですけど、なんかそういうのって全然その曲を聴いたらそれが本物だっていうぐらいかっこいいし、そういうことをしたくて、実際の遊戯王のカードは、まあ、当時だったら本当にパックの中の1枚なんで安いんですけど、このブルーアイズとかだと今だと全然100万とかのも本当にあるような超レアで、そういうカードですね。ちなみにこれはいくらだったの？これは35万プラスタックスなんで、遊戯王カードのブルーアイズより安いです。超えたら本物かな？そうですね、確かに。